それでは大きい方から見ていきましょう。まず基本的には指数の方に乗っている数字というのは、こういうふうに3個飛びで現れます。えキロは10の3乗。ここからまあスマホのデータ容量とかの話をよく知っていると思うんですが、メガバイト、ギガバイト、テラバイトの順番のメガギガテラで大きくなっていきますえ。そして最近では超大型の記憶装置とかだと、まあ、ペタバイトスケールまで記憶できるものもできていますえ。ここからは完全にマニアックで、X は絶対ヨタと続きます。じゃあ小さい方に移りましょう。見来よく知っていると思うんですが、マイクロで言うと、例えば大腸菌とかミトコンドリアの大きさが数マイクロメートル程度になってます。だから生物よく現れるスケールですね。 いのですピコっていうのは例えばまあ10ピコメートルよりも小さい電磁波のことをガンマ線って呼んだりします。フェムトっていうのは例えば最近で言うと1フェムト病で化学反応がどんなふうに変化してるかっていうのを見るフェムト病化学っていう分野が生まれてきたりしてます。ここからも完全にマニアックで、あと、えー、ゼップとよくとと続きます。なんか10秒余ったのでんかボケましょう。例えば、まあえー、と最近ではハンバーガー、メガマックとかギガマックがありますが、メガマックよりも小さいビッグマックのことを自分は最近キロマックと言ったりしてます。冗談です。お疲れ様でした。